んな歌の上手い人のディレクションは普段やらないんで。ぜひぜひ。めったくそなのばっかりやってるんで。何にも言わないで済んだのは、那須川りみさんぐらいですね。あめちゃくちゃ。あすっと、すっとめちゃくちゃ。だって普通、キー決めるじゃないですか。でキー広くていいよって言われたら、2オクターブのキーの曲書いて、普通2オクターブだと上パンパンにすれば、もう自動的に上に合わせておしまい。あで2オクターブあるのに、どこにするって。え?キー。だ2オクターブ、音域は2オクターブあるんだけど、それをこうシフトできるわけですよ。彼女の音域の中で。え?どの辺がいいですかって言って。軽くガーン。意味わかんねえな。それ2オクターブって何だったんだろうみたいな。そう。え、じゃない3オクターブぐらいいっちゃうわけって言ったら、だってタイタニックのテーマ元気で歌いますからとか言われて、ごめんなさい。すごいです。すごいですね。安川さん、さすがでした。子守歌歌ってる場合じゃないし。あすごいですね。すごいさ、すごい。あ、聞こえてました。いっぱいです。もう斉藤さん来てますね。来てます。来まくってる。来まくってる。シルにあるんだけど。ね、すごいよ胸。そっち何枚逃げるんだろう。胸。胸超気持ちいいよ。こういうの映ってるのね。その気持ちとか言っちゃう。そうですよね。ま、そういうイメージ。そういえばね。もうすぐ来ますよ。もうすぐ来ますね。私イメージ違う。もうすぐ来ますよ。え、中西さんの胸が？そう。なかなか詰め物が違う。詰め物がね。詰め物が、はい。余計な詰忘れちゃうんだよね。ごめんでオンエアさ。オンエアバッチ。タイタニックを元気で歌える。そうなの。どんな話になってるんですかこれは。いや、な歌い出を。俺がやるのって話になって、うん、下手な人の歌い出ばっかりだから俺できないよって言ったんですよ。いや吉野さんなんか。ただでも、ああ今までやった中でうまかったのは那須川りみさんだったなっていう話。まあうまいですよね。すごかった。すごいでしょ、うん、すごかったです。だって選ぶ必要あんのみたいな感じでしょ。選ぶ必要はあったんですけど、はい、もうなんかね、その出ない、来た、ジャッジの次元が違いますよね。そうですよね。いやピッチがどうのこうの、まあ、そういうことですよね。もうなんかこうニュアンスという意味での、そうね、次の段階に行けますよね。強弱がとかね、確かにセクハラ。ちなみに、ケイゾさん、もみしだかれてたって書いて。ちなみに、中西さんは音域はどれぐらいなんですか。地声で、皆さん興味あると思うんですけど。杖とか。上がですか。上が杖。下はどこまで出るのかな。もう2オクターブ並みですか。どこだっけ、2オクターブでね。そう、ね、そういうことすらなんかいまいち自分でも分かってないってなんでしょ。誰かに聞いちゃってるみたいな。どうだっけ、ね、どこだっけみたいな。でもその限界超えましたけどね、下は。その上はじゃあもう裏声でいけちゃうんですよ、ね、いきますね。裏声だとどの辺まで行くの。20系ぐらいまで行くんですか。すごいじゃないですか、ここまで行った。これはもう10系ぐらい。だんだん犬が集まってくるぐらいのところまで行く。犬にしか聞こえない。でも犬にしか聞こえない声っていう。犬のためのコンサート今出てますよ、音とか言って。中西慶三もう歌ってるんですけどみたいな。入るには人間は入れません。すごい、その辺で泣き出しちゃって。わわわ、サビは犬にしか聞こえません。あしからず犬用サビ。僕あの公園とかでカラスと会話してますよ。え、どういうことですか。公園で。ちょっと危ない感じになってきましたから。ちょっと会話がカラスも返事するんですか。ええ、あの泣き真似とかしてね、カラスの、カラスのね、いるよね、あわとか言ってこう、あの、ええ、ふとなんかキョロキョロっとしますよ。いや本当にカラスが、ほんで、もう顔なじみどこにみたいな。あ、はい、あ、止まってるおじさんとかいっぱいいるよね、カラスこうやって餌付けしてる。カラスってね、頭いいんですか。鳩じゃなくて、カラス。カラス餌付けするのちょっとあれですね。カラスね、頭いいですよ、だって。うん、こんな話っていいのかな。いやいや、あの公園でそれこそうちの子供が小さい時に松ぼっくりで遊んでたんですよ、子供が怒ってたので、はい、だからカラスもきっと赤ちゃんだと思うんですけど、それポンって飛んできて加えて、あの俺ベンチに座ってたんですけど、飛んできてベンチのところでポンと落とすんですよ。遊べって。ほんで投げろって言うんですよね。
嘘をカラスに投げろって言われたのに、ね、で投げたんですよ、はい、たらピョーって飛んでってポンポンポンって帰ってきてからパンと離して、また投げて、それ前世犬ですよ。いやそんな感じ、カラスの前世は。カラスじゃないで遊んでたらしまいにうちのチビがポケットにこんなちっちゃいおもちゃの車持ってたんですよ。そしたらここに止まってポケットの中覗くんですよ、ね、でおもちゃの車加えて飛んでくんですよ。と本人で慌てて「あーやだ持ってっちゃう」とかって追っかけるじゃないですか、待ってるんですよ木で、で追っかけてくるとまた飛ぶんですよ、追っかけてきてって追っかけて、やっぱ それもいいんですよ。で最後に返しに行くんですよ。すごい、僕母ちゃんと名前つけときましたから、ね、母ちゃんその後会ってないですけど、母ちゃんすごいちょっと判別がつかないもんね。そうですね、カラスショー、犬のカラス。すいませんクラブの向井さんいないもんって代わりにつなぎ。でもね時間はどんどん、そうだね、センターだもんね、ここね、歌を、ね、そう歌ってみますかね。写真撮ってこよう、撮りましょうかね。やっと言ってんのだからいいんじゃないですか。で3時過ぎちゃいました。いや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 、恐ろしい、声が終わって消えるんでしょうね。時間がおかしい。 Sun 21 Summer Express、 はい、撮っとけばよかった。じゃあ、最後のサビのところですね。今の行ではなく、そうですね、はい、ザーデンはカラス、カラス、はい。いつか時を重ねてみたい。 21 Summer Express 心呼び覚ませ Running High。 21 Summer Express 分かち合う響き。中西さん、はい、進行状況僕全く理解してないんですけど、はい、今ね、今のところ撮ってました。だからメインですか。そうです、メインなんです。了解です。ちょっと、一回聞かせてください。はい。心呼び覚ませ Running High。 今21 Summer Express 分かち合う響き。はい、大丈夫じゃないでしょうか、はい、そうですね。じゃちょっとそのシャネスリーもやりたかったな。その後ろ、シャイニングスイートからどこまで行きますか。そうですね、このまま後ろも行きます。じゃあ中西さんが手を挙げるまで、はい、了解、ずっと撮ってます。はい、撮ってます。サブリファンサーウェイスフェス心呼び覚ませファリンハーハー。分かち合う響き、シャニーズリー、わー、さあ21 Summer Express 風を呼び起こせ、バリンハイ。今21 Summer Express。 はい、大丈夫ないですか、そこまで。はい、ファリンハイ。今21 Summer Express 分かち合う響き、シャニーズリー、わー、さあ21 Summer Express 風を呼び起こせ、ファリンハイ。中西さん、はい、風を呼び起こせって、はい、今割と引っ張り気味じゃないですか、はいはい、あれはいいんですか。そうですね、まあなんかそういう癖は結構多い方、全然おかしいとかではないんですけど。あ、そうですか。意図的であれば全然問題ないです。じゃあとりあえずそうさしといてもらっていいですか。なんちゃって、はい。一応言ってみました。ありがとうございます。すいません。じゃあ続きということで、はい、巡り合う奇跡。はい、はい、
よし。さあ、21st Express、あてを呼び起こせ、ファリンハー。今、21st Express、巡り歩き奇跡、シャミンスリー。言いますか、はい。ファリンハイ今 21st Express 巡り歩き奇跡シャミンスリーファーハーハー巡り合う奇跡だけやってみてはい、はい、あその一言だけで、ね、今 21st Love Express その前のところからやります。で巡り合う奇跡まで、であ、了解しました。じゃあ、はい、今の行頭から、はい、今のちょっといいですか。今ですね、はい、はい、さあ 21st Love Express 風を呼び起こせファリンハー今 21st Love Express 巡り今木のアウトって大丈夫でした。あ、はい、ちょっと聞かせてみてください、はい、確認します。さあ 21st Express 風を呼び起こせファリンハー今 21st Express 巡り合う奇跡シャミンスリーさ、はい、奇跡だけ直しません？やっぱりちょっと遅いですよね。ね、遅いよね。お、新しいディレクションだ。おかえりなさい。ちょっと斉藤君に任せたから。よろしくお願いします。さよなら。はい、あれ向井さん、ちょっと昼寝させてあげましょう。おやすみなさい。はい、しましょう。お休みください。それでは巡り合う奇跡をいただきます。はい。はい、さあ 21st Express 風を呼び起こせファリンハー今 21st Express 巡り歩き奇跡シャミンスリー見えないよね。見えない。グッグッ、 OK です。あ、 OK ですか。じゃあちょっとそのサビ、この2ブロック聞かせてもらっていいですか。はい、頑張れ頑張れ。いつか時を重ねてみたい。さあ 21st Express 心呼び覚ませファリンハイ今 21st Express 分かち合う響きシャリンスリーさあ 21st Express 風を呼び起こせファリンハイ今 21st Express 巡り歩き奇跡シャミンスリーわすごい声が変わった。さっきと全然違うって言われてました。やっぱりお腹が満たされる声が満足。なんで早く食わなかった。いや、いいんじゃないですか。そうね、なんか良くなりましたね。うん、全然いいですよ。ね、ちょっとじゃあ、もう一回だけ聞かせて。はい。しつこいようだけど。じゃあ最初からみたいな。じゃあどうなる。いつか時を重ねてみたい。心呼び覚ませファリンハイ今 21st Express 分かち合う響きシャリンスリー
あ、やっと涼しくなった。なんか、よかった。中西さん、はい、ちょっと細かくて申し訳ないんですけど、今聞き出したブロックの2行目、心呼び覚ませってありますよね、はい、ちょっと低めなんだけど、どうすか、ね、やらせてもらっていいですか、うん、はい、いいですか、任せた。これね、単独チャンネルとか配信されちゃうんで。そうなんですよ、ね、そうなんです。後でギターも直そう、うん。今ね、みんな修正して乗っけちゃうんじゃないの、きっと。いや、もうファイルで持って帰ろう。究極の。それでは心を呼び覚ませだけ、はい、いただきます。いつか時を重ねてみたい。 The 21st Summer Space、 心呼び覚ませ、 Falling Heart。 心があれだったか。うん、あ、よかったんですけどね、惜しかったですね。はい、いつか時を重ねてみたい。 The 21st Summer Space、 心呼び覚ませ、 Falling Heart。 リズムが悪いね、うん、ちょっと引っ張りすぎかもしれない。はい、いつか時を重ねてみたい。The 21st Summer Space、 心呼び覚ませ、 Falling Heart。 ちょっと流れで聞いてみます、はい、もう一行ぐらい前からします、はい、We will meet each other、 いつか時を重ねてみたい。 The 21st Summer Space、心呼び覚ませ、 Falling Heart。 今 21 Summer Express、 分かち合う響き、 Shining Sweet。 どうですか？あ、いいです。大丈夫だと思いますけど。助かりました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとサビの中の、はい、ちょっと下ハモっていうのをちょっと一回試させてもらっていいですか？了解です。はい、あのどこのサビでもいいです。試しでちょっと、うん、今のところでもいいと思います。はい、いるのかいらないのか、別ドラフトいるのかな。いわゆる下に地ハモっていう感じですか？そういうことなんですね。はいはい、通称地ハモ地ハモって言いますけど、地ハモの地ってどういう地なのか知ってる方教えてください。文字の地なのか、なんかいろんな説があって、どっちなの、自分をハモるで、自分の地なのか、自分でハモる、どっちの地かどっちだ。中西さん、地ハモ地ハモって言うじゃないですか、はい、地ハモの地って どの地の地だか知ってます？え、地面の地ですか？地面の地。あ、これは親切だ。地ハモ、次のハモ、次のハモじゃないと思うな。いや、次じゃないですね。地面の地って書いて地ハモ。あ、そうなんだ。だと思いますけどね。下地にハモるみたいな。そう、まあそういうことでしょうね。下地にハモるんですよ、うん、あ、そういうことだと思う、うん、ちょっと斉藤さんって何を言われてたかよくわかんない。うん、はい、何ですか。どんどん作られてるね。難しいよね。行きましょうか。それでは1サビを出します。はい、夢に見た世界へ行こう。The 21st Summer Express、 風を呼び起こせ、 Falling Heart。全部いらないよね。そうですね、要所要所なのかな。Not anyone
サブエクスプレス風を呼び起こせ前半だけとかね、うん、それでやってみましょうか。その後だって上がってくるとこって今さ大丈夫でしたっけ、音程的に合ってますか。大丈夫です、そこは、はい、やってみます、はい、はい。夢に見た世界へ行こう The 21st Sun Express 風を呼び起こせ Running high 今 21st Sun Express 巡り合う奇跡 Shining Dream。 これねいいかもしれない。どうですか皆さん、はい、さあ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 どうぞ。ナイさんでその入り口のタタラっていう音だけ拾えればバッチリです。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。何音入るんだそこ。夢に見た世界へ行こう The 21st Sun Express 風を呼び起こせ Running high 今 21st Sun わかんない。今か、そっちだ、ごめんなさい、そっから、はい、今今ってずっと覚えてるっていう。伸ばしてましょうか。開いてないですね。ごめんなさい、中西さん。今ちょっと 前半撮ったやつがですね、ちょっとこちらで撮れてなくて、はい、どうぞ申し訳ございません。どうぞ。すいません。そういうこともあらな。あります、あります。それではいたします、いたします。今か、さあ今、そうです、そうです。さあ今さこれだけやっといて入るときガッ違ったりする。そうなんだよね。何回練習しても道間違えるもんな俺。はい、おや、お、ここに来て少々お待ちください。ここに来てフリーズ、少々お待ちください。はい、はい、再起動的な、こういうこともあります。じゃあ3分、皆さんヘッドホン取った方がいいかもしれないですか。大丈夫ですか。スクランプルセミになっちゃった。カラスもセミも、あーガスって当たる、マシンに当たるかもしれない。以上。昨日ラップの中に入れてみたかったんだな。優しいフォローに涙。いやー、3回までですよ。まあ、ね、こっちも間違えると直していただいてるんで。自分も下手くそなくて、もう一回はしてとかって。最初の3回ぐらいで絶対できると思う。つくつくラップ、あと2回とかかかる。
2回あと2回ガクッの力を借りよう。あと2回か、大変だな。ミックスして出すともっと固まっちゃうかもしれないから5回ぐらいにしとこうか。別に何かくれとか言ってないんですよ。5回ぐらいで。おう、これたくさん飲むとどうなんですかね。あんまり1日1本ぐらいでいいんですよね、きっと。ブースにつくつく、わずか13キロカロリーですよね。蜂蜜も入ってますから喉にもいいんだと思いますよ。いつの間に押し込んでたんだよ。あと4回になりました。さあ、21st Love Express、風を呼び起こせ。もうちょっと買おうかと思って、こっちの赤い締めだと違うところに行ったら、この数じゃない、ない方の数があって、ヤクルトからマーテサイト、マーテサイト気づきは多分補充してる。ダビング一瞬だった。素敵だよ、皆さん。もうでも麺取れたんだと思うから、今ちょっと再起動。あとはね、喉なる山となるんですよ。チームスが本当にプロツールズが落ちた。できたも同然ぐらいの再起動もしてるし、プロツールズにじゃあレッドブルかなんか。もうどうしても。すげえな。中西さん復帰してます。本当。だから最初から弁当食えばよかったんだよ。あの伊集院さんが、伊集院って弁当食ったら音色が変わるとか言うからな。でも中西さんが言ってる。俺さ。俺がいかんじゃんさ。生姜焼きの生姜が喉に良かったとか書いてありましたけど。ああね。あーなるほど。でこれからのボーカリストは生姜焼きの。でも大体食わせると良くなりますよね、歌の人ね。うん。でも彼は全然違うとしたよ。ああそうなんだ。久しぶりじゃないの、プロツールズが行っちゃったって。そうですね。両方使えるみたいなの出ればいい。これで全部のデータが消しそうになるんだ、すごいことね。私ちょっと忘れて、じゃあ1曲目だ。ストリングス呼ばないと。突然弾き語りの曲になった。生ギターとマイク1本だね。いいまーす。カメラ1個でいいです。アコースティックバージョン。じゃあアンプラグド、ちょっとピアノ開く深いやけん、ケースアンプラグド。急に方針が。僕らね、もうとっくにトラックダウン始めてたけど、時間です。そうですね、1時間、本当は。いやだ、隣と分担して2曲まとめてミックスしよう。バランス取って、これミックス中に多分気絶してたわな。ホテルって今日ホテル、あ、そう、あ、ということってホテルで休むのもちょうど同じくらいのそのウォームとか。まあそうだけど、やっぱ悩みそうだね。そのカメラにマイクもついてるし、なんか遠くからいびきが、いびきだけ向かいのカメラはホテルだ、ホテル、ホテルだね。ホテルからネットデュエル。ちょっと DJ メリオンでっちゃうけど、ちなみにその前半残ってました。はい、じゃあその前半聞きながら、はい、お願いします。お願いします。カフェにパスタメクスペース風を呼び起こせファニンハイ。今フェニパスダメだ、ダメだ、やっぱ来た。今フェニパスカフェにパスタメクスペース風を呼び起こせファニンハイ。今21パスタメクスペース巡り合う奇跡シャミスピー。ごめんなさい、もう一回やらせてください。あれ、ちょっとごめん、戻ってきました。はい、 I'm coming back。ちょっと今下をつけてみてます。びっくりした、俺何やってるのかと思った。いいねこれ、はい、やっぱり賛成に賛成だな。賛成に賛成。ありがとうございます。賛成に賛成。今はい、どうぞ。前半だけ下を。なるほど。カフェにパスタメクスペース風を呼び起こせファニンハイ。今21パスタメクスペース巡り合う奇跡シャミスピー。
ちょっと合ってないか、うん、ちょっとリズムがもう一回、うん、はい、これいいわ、グッドアイデア。日が照り放るエクスプレス、風を呼び起こせ、ファリンハイ。今21st Express、 めぐりあう奇跡、チャミスリー。今みたいなどうに、すごくいいよ。はい、俺知らない間にこんな世界になってたんだ。いや、もうちょっといっぺんやってみようということで、うん、やってみたらまあありかなって言って やっております。で、これは公式見解としては最初からここは考えてましたってこういうことにしてみましょう。はい、そういうことですね。はい、公式はこれ頭の部分だけにしてるんですけど、フライハイのとこだけ2000になっちゃうのありですか？いや、斉藤さんいいよね。いや、いいんじゃない？いいと思う。え、ずっといるよりいいと思いますよ。なんかね、そう思いました、うん、すごい、今ダブルプロデューサー状態だからかっこいい、はい、ダブル P、 いや、ダブル P で、ダブル P で行きましょう、行きましょう、これトリプル P はやばいですね、あんまりちょっとメディア的にやばいと思います、うん、はい、行きます。はい、わ、まあ、はい、かりました。はい、わかりました。じゃあ、はい、わかりました。最初は反対だったんだよね。何、ずるい人って書いたことない。ずるい男だっけ、美味しいとこだけ。いつか時を重ねてみたい。 The 21st Summer Express、 心呼び覚ませ、ファリンハイ。分かち合う響き、シャリンスリー。わあ、さあ、21st Summer Express、風を呼び戻す。そう、もう一回やります。うん、今の入り口のとこですよね。うん、はい、そうですね。今の3回目のとこだけ？いや、全部やります。全部やるの？さあ、どうぞ。はい。はい、いつか時を重ねてみたい。 The 21st Summer Express、 心呼び覚ませ、ファリンハイ。今 21st Summer Express、 分かち合う響き、シャリンスリー。わあ、さあ、Summer Express、 風を呼び起こせ、ファリンハイ。今 21st Summer Express、 めぐり歩く。やっぱあそこのとこダメだね。今のとこのその前の今をだけやってもらっていいですか？今それだと何言ってるか分かんないですけど、ね、下から2行目ですか？下から2行目。え、1回目の方の今、はい、1回目の方の今の話をしてましたが、うんうん、1回目のどこのことですか？あ、うん、1回目は大丈夫じゃないかな。いや、俺最初は大丈夫だった気がするよ。ナイスさん、気になったのは、はい、最後の2ブロックありますよね、はい、そこのさあと今、うん、の出だしの音だけ低かったかな。わ、はい、かりました。さあ、さあ、はい、じゃあさあからいこうよ。さあからいきましょう。 B 出し前ね。はい、だよね。さあ、どうぞ。いきます。今 21st Summer Express、 分かち合う響き、シャリンスリー。わあ、さあ、 21st Summer Express、 風を呼び起こせ、ファリンハイ。今 21st Summer Express、めぐりあう奇跡、シャリンスリー。わあ、下手くそ。今とかやりましょう。うん、はい。今25。それ2行とも言っちゃって大丈夫ですか？はい、いいです。はい。さあ、今。今。はい、今。はい。さあ、21st Summer Express、 風を呼び起こせ、ファリンハイ。今 21st Summer Express、 めぐりある奇跡、シャリンスリー。
聞いてみません？はい。聞きます。時を重ねてみたい24th Summer Space 心呼び覚ませ Running High 今 24th Summer Space 分かち合う響き Shining Sweetどうですか、うん、大丈夫かな、うん、いかがですか大丈夫だと思うで、はい、実際こんなレベル上げないよねはいそうだと思いますその2000になった時にガクッと落ちちゃうから、はい、そうですねはいじゃあそのレギュラーバランスチックの形ではいそういうことはこれでそういうことなのかもしれないんですよ皆さんやったじゃあ次斉藤さんの全部ギター取り替えはいはいはいなんか持ってきたらあったっけ今のでね大きっぱいですかねさてとさてじゃあ頭から聞いてみますかはいインストバージョンでしたっけ違う違う違うやめてくださいギターメロ違う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 アンプラグドバージョンこの2曲のアンプラグドバージョンをアコピと生ギターとボーカルで撮りますので9月6日ぐらいにやりましょうかずいぶん先ですずいぶん先はいじゃあそれじゃあ頭から、はい、こっちで聞くこっちでちょっと聞かせてください、はい、じゃあ知覚的レギュラーバランスで聞いちゃっていいはいいいです、うん、あんなに重箱の隅もつつきたくないので、はい、もうそれは十分に弁当の中でつつきました、はい、了解了解、はい、行きましょうはい、はいI t a l a s h i h i k a r i n i t o f i r o t e We are all in love 二人だけで旅だと Could you さこの空に咲いたら新しい星に願い込めてGo remember you 夢に見た世界へ行こう The 21st Summer Express 風を呼び起こせ Running High 今 21st Summer Express 巡り歩き奇跡 Shining Sweetの道を行く新しい自分に向き合って We will leave each other 繋いだ手を離してみて To the time 遠く離れ行き引き合うもの感じていても We will meet each other いつか時を重ねてみたい So 21st Summer Express 心呼び覚ませ Running High今 21st Summer Express 分かち合う響き Shining Sweet
See you on our next ride. Yeah. いいんじゃないですか。パス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 やりました。どうも、ありがとうございました。いやもうしばらく俺呆然と感動して聞いてたねこれ。どうこのストリングス。すごい。これすごいですね。歌い終わった後にボーカルのことやってどうこれストリングス。普通ないな。歌はさておき。とりあえずボーカルいいのはもうさておきね。お疲れ。いやすげえ、はい、決まってます。これは贅沢だ。すげえ贅沢。これ贅沢だね。生でやってって言われて20人ぐらい編成になっちゃうからね。これでもこれで今年の紅白が見えたから。ライブでライブで、ね、紅白で絶対一発しなきゃね。みんな大変だったじゃん。やっぱやめてください。オートチューンオートチューンとか全員オートチューン。口パク2発3名とございました。あそこだけもすごい練習した。これはもうあれだよ。いやよかったね。本当なんとかなったね。ちょっとじゃあ NHK にプレゼンしましょう。NHK これ見てるかもしれないから。これ NHK の方いらっしゃいますか。NHK の方いらっしゃいますか。問いかけちゃいらっしゃいますか。NHK これだ。こんだけ見たら NHK の人ちょっとご相談があるんですけど、僕らちょっとこれで紅白狙ってるんですよね。12月のですね。31日スケジュールスケジュールだって紅白初ちょっと人数多いんで、うん、今のうち切らないとしか。お疲れ様です。ご迷惑おかけいたしました。よかったよかった。あ、なんとかなった。そういえばこれはもういいよね。ギターも全然問題ないし。はい、まあ、いや、ないですね。あっちさ、もう一個聞いとこうよ。はい、はい、トワイライトスリム、はい、そうなんすか、この含みのある。いやいやいや、もうじゃあ一応確認しておいて、せっかくでもね。でそれもトラックダウンに入る前にね、もう文句言わないように。いやもうミックスしながらでも直します。やめてください。でオートチューンダメだから。ここはオートチューンとか。いや楽器あるし。あ、そうか。なんでちの楽器。いや、置きっぱですから。あ、マジで。あれもマシャルも準備。本当は。じゃあちょっとね、なんて電池交換ですか。電池交換。すっげえすっげえすっげえやった。どっちの曲で紅白出るかだけ NHK 決めてもらおうかな。今聞いて今のが 21st Love Express。 あ、俺らの場合2曲でってのもあるよね。スペシャルバージョン。いや、いいんじゃない。紅白の特別な枠ね。特別枠ね。そう、あの NHK のプロデューサーが僕らを選びやすくするためにいろんなヒントっていうか、あのこれだったら大丈夫。つまり CD で発売されてない楽曲が初めて紅白出るっていうことです。いいですね。ね、ネット配信でもう空前の大ヒット、うん、大ダウンロードをやった、実績のもとに、うん、この2曲が紅白で奏でられる。あの曲が入ってないんじゃ紅白ダメじゃんって言われて。そういうこと。もう裏のと裏に。そうそうえ、嘘でしょ。なんでないの。そうで、これはここに今日参加してるタイムラインの人もいろんなこといろいろ意見も言っていただいて、そう、皆さん投票してください。投票できるじゃないか。例えばこうNHK によくあるじゃないですか、メールのアドレスとか。なんか向谷慶三プロジェクトがすごそうだとか。そうですね、そうです。あれじゃないと、あれが出ないと紅白の視聴率に影響するとかっていうのは、なんか突然バーッとこう来るじゃん。でプロデューサーもなんか聞いて、あのユーストリームのアーカイブを見て、あ、これだって、うん、いうことで、あの白組赤組じゃなくて、うん、ゲスト枠でいいです。あ、ゲスト枠です。じゃあこっからやろうか、スタジオ。あ、いいじゃない。このスタジオ白側赤側っていうのじゃない方がいいと思う。あ、音楽の新しい歴史を開いたってことで。ゲストってあるじゃないですか。わかりました。ランドマークスタジオからゲスト枠ね。ゲスト枠。昔中島みゆきさんの、あ、もうランドマークスタジオ開いてますか。うん、30日もう抑えちゃうんだ。今のうちにね、既成事実作っちゃわないと。あ、これむずみさん出てきた。紅白下ハモコーラスで確定されたけど、本当に。でもそこにはみゆちゃんも出てくるよ。アカウント、うん、本当に。旅行大賞ゲスト枠、矢沢の次は向かいやって、なんかちょっとなんか俺ちょっと違和感あるんだけど、これ俺よ。いや別に揃える必要ないです。
じゃあ裏紅白じゃない、表表裏じゃないよ、ね、裏紅白、紅白じゃ民放になっちゃいますよ、ちょ、これがメインで出ることには津田くんがなんか裏で数字の立場はあ、ちょっとそこは考慮しないけ、ね、なるほど、だからみんな NHK で言えば BS 富士的にはその番組もさることながら、例えばコンテンツを作った時にやっぱ紅白にも出たあれって言っただけで違うでしょ、これ売れ行きがポー全然違うから、ほらここでほら今テレビ局の垣根をね超えたんだよ、よしこれちょっと今のうちあの僕らが元気の時に NHK の関係者はツイートしてくださいね、元気どういうこと、この千何百人の中の、ね、NHK の人が一人は必ず絶対見てると思う、これ多分ね社名で見せられてる人いると思う、お前ちょっと勉強のためにあれ見てろNHK に URL 送りましょう、ね、そうですね、誰か NHK に URL 送って、インフォアと NHK とかないんですか、 NHK-PR NHK にちょっと見てよ、大人の会話これは絶対見てると思いますよ、あの NHK の人は絶対ね、今勉強のためにね、で今その勉強のために見てる人がどうやってこの話を上司につなげようかってところで今の、あ、紅白のプロデューサーって確かねバンドやってましたよ、本当それどういうところか、斎藤君詳しいね、誰とやってたんだっけ、うんうん、調べます、うん、ね、ごめんなさい、じゃあ、 NHK の、いいですねこれ、いいですね、紅白、NHK、紅白特別枠、ね、ここからぜひここから、そう、ここのスタジオからね、はい、で31日とりあえず仮押さえでNHK 様って、 NHK 様だ、 NHK 様だってこれちょっと、ね、だって黒部のダムの中で中継するぐらいだからさ、そうですよ ね、 ね、それに比べて近い横浜だもん、シューマイも食べれるしさあということで今、ギターテーマさんがすごい人脈があったとね、紅白のプロデューサーはいやピンポイントですさあ、それではですね、次に紅白の、ディレクターじゃない紅白のプロデューサーに捧げるってことはもう一曲、はい、ね、そうですね、さっきのは紅白一曲ですね、はい、これもう一個カップでカップリングで2曲で、ね、じゃあ、行ってみましょう、トワイライトスチーム NHK の皆さんお聴きくださいいつか見た同じ日の same time、 あの日に揺れる切ない記憶、今も船の奥に鮮やかに What a scene, what a dream, la 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 la、 暗闇が街へ思い、ラララレイズ砂漠は偶然ではいい、この場所で We two Twilight Wonders、 浮かぶ見た同じ夢 Past Time、 移ろぬ季節儚い記憶、今は胸の奥に穏やかに、重影が待
街へ願いもいつしゅう Twilight scene, Twilight scene ラララレイで様から戸惑うお前もそのままで Twilight scene, Twilight scene ララレイで様から夕闇が街へ想いも書きしゅう Twilight scene, Twilight sceneラララレイズ様から偶然でもいいこの場所で NHK さんからまだ反応ありませんNHK さんにはいっぱい皆さんがあの、ね、ツイートしていただいて、びっくりしてですよね、いきなり、ね、いい NHK でもアットマーク NHK PR に突然なんか得体の知らないのが来てスパムかみたいなほらスパムられちゃったりしてなんだこの MM クラブってなんだお前ハガキの方がいいかもしれないハガキを書いて NHK だしハガキをこのツイートの人に書いてもらうのって結構ハードルだってのど自慢もなんかハガキじゃないですかそうですかねねえ いまだにハガキとかですよね、うん、住所氏名年齢なんとか書いてハガキみたいな私あれじゃないの観覧ご希望の方じゃないですか観覧そうですねなんかわかんないですいやあのこれはですねなんか絶対そのうち来ますよきっと NHK からお問い合わせ来た時に、ね、編成がねすごく、NHK のハガキかって感じですよね、ちなみに NHK 近い方は直接行っていただいてもそうだね NHK そうだね、NHK は NHK の前で歌っちゃうとかストリートライブ代々木公園かなんかでこの編成のライブはだからさアコースティックアコースティック撮るのよそれを毎週毎週毎週 NHK まで向いてもうそれってあのもういわゆる嫌がらせこういうんだそのうちほら NHK の方出入りする人も耳慣れちゃって耳あ今週いないのかな寂しいダメですかねプロモーションの基本ですけど NHK に今みたいなその飛び込みの営業を受け付ける窓口をまず明確にしてもらうって形じゃない、ね、あるんですかないと思うんですよ今とこ多分、うん、作ってくださいこれはねちょっとねちょっと僕はね一言やらせてもらってくれるこれね受信料で持ってる NHK だよねいやもう NHK の人聞いてくださいねだ受信料で持っているその受信料払ってる側である我々の中から生まれたこの音楽を他の多くの受信料を払ってる皆さんがこう推薦をしていただいて直接ね例えば100通200通のメールが来た時にそれ NHK 動かないってことですねそ受信料をもらってるという立場の根本を見失ってるってことにつながりませんか、そう思いますよね、この長い大きな音楽の世界の中でもこれ非常に珍しいケースでこれ生まれようとしてるとでこの2曲がもう間もなく配信されで多くの方に本当にお願いしますよ多くの方に、まあ、いろんな意味で多くの方にお願いしなきゃいけないんですけどね、ダウンロードしていただいたその実績だけでそれだけでですよあの紅白に出れたらそれは、ね、これはもうね前代未聞前代未聞です著作権の話もしてきました原版権も話してきましたねそして最後行き着くところは紅白ですよそれも特別枠すごいフロム横浜ねどうですかちょっとアメリカに売り込みますそんなに知り合いが多いのいやいやいやそういうわけじゃないですかでもなんかのど自慢大会のオーディション出たらとかいろいろ言われてるんですけどどれが演奏すんだよそれのど自慢
あなるほどね、はい、ヨーヨー公演のステージって結構辛いんじゃないかな。そのカラオケとかでぜひリクエストしてもらって、え入ってないのみたいなのどんどんですねあじゃあさ、こういうのどう、下からの声、ね、これちょっとすごいこと思いついた、はい、どうぞ。あのねあのこれから僕らってミックスダウンした後に、はい、パートごとに落としたりするし、カラオケが生で作れるんですよ。この楽曲を第一交渉とかそのカラオケ屋さんが、第一交渉さん、第一交渉しますか、和田さん和田さんエクシングとかいろいろあるじゃない、はい、ああいうあのカラオケ屋さんに第一交渉上位さんと、ただピッチャー変えられないですけどね、あオーディオで、ね、オーディオで渡す、オーディオで、もう中西圭三のピッチで歌えと、そうお前は中西圭三だと、歌えないやつはやめろと、そうそうでそれなんかそれがちょっとそのカラオケ屋さんのね、それ応募してこい、カラオケのビジネスが根底から変わるよカラオケでみんな自分のキーにこうピッチ変えてミディカラオケとかやるじゃないですかね、ダメですよ、ね、ダメそんなのダメですよ、ね、オリジナルで歌うと、そうそうそう、うん、だからオリジナルで歌うっていうことに、だからオリジナルカラオケ作るんですよ、すごいですよね、オリジナル音源の中心のそのオリジナルのカラオケ自体を提供しちゃう、そうそう、だからこっちでできた曲のカラオケを提供して、第一講師ね、だあの第一講師してますからそういうところにあのカラオケ屋さんで、例えば他のミディカラオケの中に、ああの曲歌いたいやっていう人が出たら、生演奏ストリングス本物ね、リアルで、ね、絶対ピッチ変えられない、ハモリはもう中西圭三が入ってる、そうそう、イントロだけは変わるんだけど本編に入ってパッと変わるんだけどオリジナルキー、なぜかイントロだけは変えられるんだけどダメだよそれ声のないところがそれだったりして、ね、で NHK さんがこの話をそれ面白いで NHK さんがこの話、さっき の, そのプロモーションじゃ今一つ動かなかったら、この新しいムーブメントというニュース部門から攻めるんですよ、はい、ニュース部門、ニュース部門から今カラオケ屋がカラオケ店が変わったと、あるアーティストたちが生音を提供してそのキーで歌ってくれというね、あのそのキーオリジナルキー運動を始めたと、そのオリジナルキーね、オリジナルキー運動で、それがこのニュースで出る、でニュースの部門、報道部門って結構多分力があると思うんですよ、はい、でそれがあのニュースで出て、おすごいなこれと、でそれを今度あの紅白のプロデューサーね、あの斉藤が知ってるかもしれないってプロデューサーが、ちょっと今ニュースっつってよ、引っ張りニュース見てっつったら、嘘こんなことやってんの、それがこの向井圭三プロジェクト、これで2つの側面から言った、 CNN ですか、 CNN 来るかもしれないですね、 CNN でカラオケとか言う、 CNN です、ね、CNN の方後で英語でツイートしますね一度寝てゆっくり考えるとか、あ、はい、わかりました、調子に乗るなとこんな程度で紅白出れると思うなよみたいな、ね、やってみなきゃ分かんないんだって、分かんないって、誰が出るか分かんないでしょ、だって向井康さんと圭三さんが曲作っててこうだよ、分かんないっすよ、でも NHK PR さんは今全然つぶやいてないってことですから、ツイッターに接触してないと、まあ、NHK ですからね、なんせそうか、やっぱハガキですよハガキさん戻し、いや、あのこれは BS 富士さんがいるからね、あミュージックフェアでしたっけ、あれ、じゃあ、ね、まず BS 富士の番組にします、いやだから BS 富士でミュージックフェアだったら当たり前だと思うんですよ、あもう皆さんでもそこが足がかり、そういやそこをあえて紅白に一本化する今年の暮れだ、俺12月31日なんで待ち遠しいもん、そうしたらこれパッケージになるんでしたっけ、あならないです、既成事実なんないんですか、いやちゃんと、いやパッケージでその CD だよ、ドキュメンタリー、あドキュメンタリーなんでね、じゃそれちょっとプロモーションに NHK 様用に作ってくれBS 富士に作らせて、それですごい説得力あるBS 富士さんがこんなすごいの作ったんだよ、この道筋がこれで3本立てですねあのリアルカラオケと、それからこのダウンロード数で第一交渉、ね、それと第一交渉ね、うんうん、そうだ紅白ですよこれ、年は紅白で、それどうですかね山口さん、これいやすごいですよね、うん、出ましょう、出ましょう、うん、出なくても行きましょうとか言ってじゃあ分かった、紅白でな、紅白に入る前に並んでるお客さんの前で面白い面白い NHK 紅白マイライブで、あの人だなんとかさん、あそう、ドキュメンタリーの NHK プロモ用に BS 富士が作った、このやっぱりクロスメディアですよこれ、いわゆる今までの民放と NHK の枠がねNHK を実は結果的に動かしたのはBS 富士だったってことで、BS 富士の株価がバーンって上がるじゃないですか、でもいろいろあると思いますよ、いろいろあると思います、
そこはあのね解決していただいて。そうか、そこはやっぱ大人の対応なのかな。コンテンツありきで、うん、これやっちゃおうぜっていう勢いで何とかしていただく。そうですね。でもすでにね何とかしていただいてるんですよ。その後どなたか。なんかないですか。いらっしゃいませんね。やばい、面白すぎ、笑いすぎてダメだ。そうね。BS 富士のでも視聴率が一番取れるこの番組を作るタイミングは僕らが紅白出た後の午前0時からやったらいいって書いてありますね。いや引き続いて、あの、そうなんです、紅白の後にやっぱりガーッてまた売れ出したりするんで、うんうんうん、紅白やっぱゲストがいいな。いや俺ゲストがいいね、この赤とか。俺赤組とか白組とか。向谷さんは NHK ホール行ってください。やだよ。あ、ネットデュエット。そうそうそう、あの向谷さんはもう、それはやっぱギターデビューさんでしょ、それやるの。インタビューも受け、インタビューも受け、じゃあやりますって言うと我々ここにいますから。あ、で俺のピアノ大島さん、山の大島さん見てますか。山の大島さんツイート書き込んでください。あの紅白で向谷実だけ NHK ホール、うん、NHK ホールの回線スピードをちょっとチェックしていただきたい。それね、多分片っぽだったらできるけどちょっと遅れるよね、戻りが。そこをなんとか。分かった、じゃあ俺があの訓練して20ミリセック30ミリセック遅れても演奏できる。あのほらギターのカポみたいなもんさ、鍵盤押してもすぐ鳴らないみたいな。それで弾けます。パッ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 。でも 21st Love Express それやったら終わるな。モニターに送るのを20ミリセカンド遅くしといて、うん、送り出しはその手前側を出しちゃえばいいんだよね。なんとかします。なんとかします。最初はなんとかします。なんとかします。これすごいですよ。 BS 富士にプロモーションビデオを作ってもらって、でヤマハがネットデュエットとユーストリームの技術を提供して、うん、で僕らが紅白にバラバラに出てると。でこっち側の送り出しは BS 富士さんとジュンズさん。ああ。でマルチチャンネルか。紅白なのに、紅白なのに、うん、BS 富士ベタベタってこうシール貼ってるやつね、それで。そう、もうみんな宣伝したい人のもうシールだらけなんです。それはすごいですね。すごいですよね。で正月1月1日からドキュメンタリーのブルーレイがですね、うん、発売になるんです。でこのだいたいロードマップができてきました、ね、できましたね。どうですか BS 富士さん、これ喜んで喜んで、これね大事なの、これ全部アーカイブされるじゃないですか。だからこの時 NHK の人見てなくてもこの事実が永久に残りますからね。でもすごい長いですよね。いやいや、そうか。なんかマークできんじゃなかったっけ、ね、マークできるんですか。できるんですか、うん、こっからっつって NHK 様って書いてこうマークNHK 様マークが重要ですって書いてヤマハ様とか。そうですね、ヤマハの人来ないかな。ヤマハ大使交渉様もありますね、ヤマハ妄想が止まらないって言って妄想かな。俺はやっぱりみんなで作り上げることでしょ、ね、だからあの話してますからミックス始めていただいて結構です。なんかね待っていただいて申し訳ない。じゃあぼちぼち、その前にこ今回これだけの今戦後、はい、これも決めちゃうと、そういう話をするの。あ、ジャケット、あジャケット、そうだ、ちょっと向こうに、はい、向こうでやります。参加希望の方皆さん集まってください。大事な、これツイートされてないものもあるんですよね。それ持ってきていただいて、もうずっと1500人の方が見てらっしゃるんで、これ一番、これ今日のちょっとサイトのこれすごい大事な、この我々の運命を左右するぐらいの。そう、あ、じゃあいつやるんだろう、いつジャケ選びすんだろう。ずっとジャケね。しかも今日ウィークエンド昼前は何で仕事してるか。すいません、どっちの曲からでもいいんで立ち上げてください。はい、トラックダウンの、あ、はい、すごいですよね。ここつけてありがたいことでございます。切り替えてとかしてるかもしれないですね、画面も。ラジカセ SL レースよし、これだよ。さあ、このでかい、さあ、紅白の出演が。どっちですかね。どうなんだ、水が。耳的には。ジャケットないやつは、板で出します。早い方がやっぱりダビデ数がすごいね。
まあまあそれは。と、あの、サッシャさんまだやってるって。サッシャさんコネがなってる。うわまだやってる。本当だ。ここにいたかと思うし。3つ内出てない部分あるんですよ。ここにピントが。あ、そうです。はい。はい、じゃあ1枚ずつ出す板で。違うか。じゃなくて。ホールって4択しかできないんだよな、これ。ネームカーブ、アンダーバーのやつ。JK。うん。ちょっと JK にちょっとやっていただいて。はい、でね、そこに私は自分が実は気に入ってるの、そっちの方にあるんですよ。あ、そう。うん、いや、本当に。それまで。うん、たまたまなんですけど。うん、3枚出てない。アンダーバー JK とかじゃ出すんだっけ、うん、ねえ、そんなことできるんですよ、ね、夢よ聞きたいクラブなんか寄せって思ってくるの、うん、こんなんでやらないほうがいいんだ、何でやったのか、ね、これは一緒の人かな、サーシャさん来てもいいですよ、トラックダウンやってるだけですけどずっとやってると思います、複数回ポールで勝ち抜き戦に立って、これ難しいよね、これ十何回あるから、なんか宿題やるのないですかと、うん、複数回ポールで、うん、まずやっつり絞り込んでですか、うん、それにないやつを出したいんだけど、なるほど、どうやったら出せようかなと、今実験ピンが何枚、ここ13、13、13、13、これ3枚出てないんですよ、これとこれとこれがプリントアウトないんですよ、あーはいはい、あー、いやまあこれでわかる、それでわかる、そう、うん、これ出ないで、これとかちょっと見てみたかったかなって気がするんですよね、ほんと大きくなんですかね、いやね、今ネット繋がってないんですよ、あ、そうなの、うん、ワイヤレスこう来てるよ、あの、今日はだって、そうか、今日は大丈夫か、この間これまたちょっと急に眠がしてなんかね、今なんか急にさっき盛り上がりしてたんですけどね、紅白バランスで、今ちょうどやっぱここ夕方の少し眠たい時間帯なんですね、3時ぐらい、 あもう4時か、4時半だ、いや、うわすごいな、もう夜じゃない、これからトラックダウン始めた、あちゃ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 あ、今日も明日もあるしな、ハッシュタグで振り分け、ハッシュタグで振り分けて、アンダーバー JK のやつ、あ、これは例えばハッシュタグで何とか8で何とかってやること、いやいやいや、 MM クラブアンダーバー JK というので皆さんつけてあげてくれてるので、ああ、うん、このそういえばタイムタイブルからスケジュールかなりずれてるけど焦った感じとかないですねって、いや 焦るようがないですね、焦るようがなくなって、そう聞いてみようかなみたいなことですね、うん、まあ、大体、まあ、こう絞ってもいいんですけどね、で、あの実はですね、これあの皆さん見えて僕の声聞こえてますか、ああチェックワンツー、聞こえてると思います、聞こえてますか、あのマイクで、ですね、最終的に決定しましたジャケットは 1200×1200 のデータをですねちゃんともらわないと、あ、間に合わない、おお、うん、おお、それは大変、どうですか斉藤さん、その面でも 1200×1200 ドットかけ1200ドット、 DPI はどうなんだろう、誰か詳しいの聞いて、300以上ぐらい、350ぐらいじゃない、だからこれのデータが1200で来てるかどうか、350DPI 以上、みんなプロだ、うかやさんこちらのサイトってなんだ、そうだそうですよね、そこでやってさ何やってんだって話したって来ないんだよね、なんで選ばれてるの、読まれちゃった、うん、なんで、ね、うん、俺もなんかなんとなくこうあんまりこうイメージ限定しない、そうそう、同感です
割となんかその音聞いた音のまんまのね説明になってる。そう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 。そうでしょ。なんかね、これ大変。会社の前のバス停なの。これ前のバス停ですよね。ああ、なんか本当だ。あり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 。本当だ。そういう意味だ。ピピピピ知ってるんだ。変わってますね。うわ、すごい。すごいね。まあこれは結構後から来て、ちょっとまあいい感じ。これダメつながるな。ね。MM クラブ JK の分はちょっとあの FM レコパロっぽくなるから そこからあとついてましたねカセットのなんかこう誰の分とかが分かれば、うん、FM レコパロいくつかに絞りますカセットの表紙カセットの表紙なんかありましたよねこういうのがあるこれはもうあの向井さんの独断でいやいやちょっと待ってください俺ね人生ずっとプロの 30年音楽やってるんですけどもうジャケットに関するこの決定権とその決断権の全くないミュージシャンとして30年間俺がこれがいいかなって言うと 99% 否定されてないよねっていつも言ってるのがと思ったんだとか言って俺あ、はいこれじゃあこれでこれねまあ、4つ縛りましたしたら4つそれでそしたらポールできますからあれこれポールできるのかな今日ポールしましょうポールやろうと思えばできないこともないんですけどちょっとジュンさんとか聞いてこようジュンさんないのはあ今日これをねこれとこもう一個このラブこれラブこれ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 ラブないよねこれとこれとこれあこれもこれ1,2,3これだこの4つ、はい、だそうですこれ同じ人かなもしかしてこの人これが一緒同じ人ですねやっぱりね同じ人ねそうそうそう抜けてたからって言ったんで、うん、でこれとこれとあ違う1この4つがはい出されないです、うん、これってでっかくなるんですかあなりますよあそうやれば、うん、そうやればこういうのダブルクリックでもいくと思う、うんうん、違う画面クリックした友達とかだって笑っちゃうよ、うん、これみんなこれみんなのが入ってるっていう、うんうん、すごい面白いんだけど、こういうのだからその開けた内側とかだとねすごい、うん、ただこれにするわけじゃないからねうん、あ、そうですよね。あのアートワークなんですよ。じゃないもんね。そう。データだったもん、うん、だから見えない。ゼロ。ただ、そうか。ただ私最終的に。いや、iTunes の中でそういうところの脇に出るようなあの、うん、窓に出るような確かに300ぐらいないとダメじゃない、うん、なんかうちのスタッフがそれ知ってるんでそれもないしても配信用でも大きい分にはね、うん、ちっちゃくできる、うん、あの表示自体はせいぜいこれぐらいなんですけど、うん、サイト上だからこういうので見栄えがまず第一弾で、うんこれもだ、4つだ iTunes とかもほら、ジャケットダブルクリックして結構出るのがあってサムネイルの時はちっちゃいですけど、うん、確かに350とかって言われてるそうそうそう、それはもうなんか1,2,3ボビーの世界ですね、うん、でそれ決まったらうちの会社の秘書の人に頼んでもうその直接、まあ、口が回ってんやん俺なんか消極的になってますいやもうだなんか今お願いって頼まれてますよ中西さんどれですか向井さん向井さんまずいやまずみんなの意見俺民主的な人間なんで物はいいよって全員の名前入ってるっていうのはあるけどねうんどれがいいかなみんないいんだもんねあこれもちょっと違うなんかフライトな感じでしょフライトじゃない感じだねやっぱりねフライトっていうか、うん、あの、うん、それはストリームだからそんなことないでしょやっぱり なんかそのイメージ的な主役はあった方がいいと思いますうんやっぱりこう並んだ時にああこれだっていうの、うん、分かるものはないと、うんね、アイコンっぽい感じというか、うんうん、遠くから見ても分かるか、うん、並んでても分かるか、うん、意外とあのなんていうんだろう皆さんこうイメージ的な感じのが多いのでこれだけ目に具体的ですよねちょっとだから外さないといけないじゃあこのね申し訳ないけどこれはちょっとすいませんこれはものすごくインパクトがあったんですけど、うん、
僕らがあの何だろう手売りの CD を作ってたらこれで OK ですね、うん、あのクローズで遊んでましたからね、ところがこれあの非常に不特定多数のクローズの、あのバックグラウンドを知らない人たちには、うん、ちょっと不思議なものに何玉ノ井さんみたいな感じになっちゃうんですね、うん、そうですね、まあ、曲がいるのも最初からそうそうそう、まず商標問題もありますね、ですのでこれに関してはあのデザインは素晴らしいです、これ三軒茶屋またどっかなんですけど、でこれはちょっとね、あ、そうなんだ、そうなんですよ、これすごくいいんですけど、この作品に関してはちょっと現在の状況ではちょっと厳しいなと、これちょっといろいろそうやってすいませんって言ってごめんなさい、あ、ごめんなさい、得でしょ、タスタだからでですね、次にこれなんですが、これですね、これもだから裏だったらいいんですよね、そうなんですよ、バンで例えばこういうのが裏ジャケットになってるんだったら、うん、これちょっと待って、ちょっと待って、どういうこれ結構 評判良かったんですけど、ちょっとね暗いちょっと暗い、トワイライトストリームみたいな感じ、今俺これデザインいいんですけどね、ちょっとこれそうですね、あ、もう分かんねえな、もうドラミがな、これも結構ねこれ人気あるんですけどね、これ、これ人気あるんですけどね、これ、ちょっとなんかディズニーチックな感じがしてるよね、あとこれすごいクオリティ、これクオリティ高いんですけど、これねちょっと文字がちっちゃいんですけど、どうですかねこれ、みんなよく言ってますけど、でこれなんですけど、さっきのあのクローズさんと同じやつで、これうちの会社の前の中里バス停をここまでロケされたっていうことで、これ非常に評価点高いんですけど、その中里のバス停とこの音楽とのその、あの生産をした最初に生まれたところは中里のなんですけど、バス停よりも音楽ルームなんですね、ですからこのバス停とこの高速さん首都高3号線だってやっぱちょっとプロジェクトでちょっと見せないし、わーそうですね、確かにこの先でクローズ買いましたけどね、買いましたね、マルエッツ、マルエッツで、ということで、これはあのなかなかいいんじゃないかと、この2つは本当どうなんですかね、惜しい、いつか見た同じ日のセイムタイム、これクローズだから、すみません、これクローズなんで、僕が鉄道が大好きだってことよく分かっていただいてるんで、すごい大好きなんですけど、こっちちょっとクローズないんで、クローズオーバーな、これもあのクローズクローズなんで、すみません、たとえ大変残念です、そして、次でクローズをなくしたバージョンがこれなんだ、それをなくした、なくしたバージョン、曲名だけにしてメイミングクラブにしたのが、おお、なるほど、おお、でもそれはある、まあ、それはありか、なるほどなるほど、っていうのもあります、はい、暗い、でポールという話になってるんですか、まだポールできないですよ、できないです、あと減らさないといけないんですよね、他にいかがですか、ジュンズさん帰っていいか怒り爆発ってどういうことジュンズさんなんか盛り上がっちゃってるの、僕分かりませんもん、そうですか、はい、もう長石君決めたい、おりゃ、すごいことになっちゃいましたよ皆さん、もっと戻す、まあ、とりあえずでも本当にこの辺はまずいですよね、まあ、これはクローズじゃない場合もあるんで、とりあえずじゃあこういう中のあとこのこれも入り、はい、ID の、あと夕日の、どこ行った、違うなぁ、どうすかなこれで、実際はあのやっぱりさっきの話じゃないですけど、はい、サムネイルぐらいのアイコンで最初皆さん見ると思うので、やっぱりこういうのねちょっときついんじゃないですか、ね、これはね、ごめんなさい、僕もそう思った、これはですね、あのちっちゃくなっちゃった時に見えなくなっちゃうので、これはきついです、でそれをそれだとするときついのはどれかと、これもちょっときついな、ね、でも分かりやすい点ではこういうのはね確かに、これ確かにちょっといいなって、じゃあこれちょっと候補1、はい、あ、これこれ、そういう意味ではそっちに、あのやっぱり分かりやすいのが取り足してないので、これだったりとかこれは分かりやすい感じがしますよね、要はそのちっちゃいアイコンの時には見やすいかなって、うん、MM クラブっていうのが大きくて、ちっちゃくアイコンで見た時にですよ、アートワークとかに、これって単色なんですか、あ、違うんだ、あ、なんかこのなんか
あはは、カメラマンさんどうですか、花さん、花、はい、さん、好みどれ、好みで、好みで決めて、私が決めですから、うん、いや、どれもいいと思うんだけど、辛坊さんが昨日帰る前にムカボンボでいいんじゃないっつって言い残して帰りました。ムカボンボ。じゃあもうくまちゃんさんと千里さんは、何がいい？ねえ、千里さんとくまちゃんさん決めてよ。作詞家の先生もいい分の意見を言っているんだからさ。あれ、いやもう、ね、今度好き嫌いでしかない。好き嫌いでいいよ。誰かのエゴで決めるしかないんで。これ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 、この4つの、こう、あ、うん、この4つ、でも一生懸命作ったらいいとかあるんで、いや、皆さん一生懸命ですから、あ、そっか、うん、そう言ってると決まる、ただこれも文字がちっちゃいのがちょっとちっちゃい、ですね、ありましたっけ、網出しつかって、これとそんなにやつも、これもそう、分かりにくいよね、あと上の方にもまだ出てないの、これ、これ、これ、そう、それ、あ、それ結構いいんじゃない、これ、これ、赤い、そう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 、もういい、それは結構あれなんだよね、あんまりイメージ限定しない感じで、何書いてあるんだ、名前が全部揃ってなかったんだ、なんか字がちっちゃいのが欲しいですね、ごめんなさい、それがいいです、このまんまなの、後ほど若干の微調整を、いや、それできますけど、今日までしか間に合わない、今すぐできないと困る、いや、今日の夜までは大丈夫ですけど、うん、ね、今見てくれてないと困る、そうそうそう、それ見そうだ、そうだ、それせ、そう、こう、こうかな、私はこう、この3つ、うん、じゃあこの2つにしてもいい、この2つにしても、もう絞られてきた、ライトだし、絞られてきた、これはダメなんだ、ちっちゃいんだ、うん、字がね、うん、これインパクトは強い、確かに、うん、また好きか嫌いかだけど、どうですか斉藤さん、うん、20位までなら投票できるカラー投票フォームを作りましたって、リツイートポール、すごい、これやろうやろう、このすごい素晴らしい、早速クリックしてね、じゃあちょっとこれね、このこの2人がクリックして、これそれでタイムラインで、これ字だけ書いてくれる、そう、それもね、惜しいんですよ、どんどんやっぱりもっとね、あの、なんだろう、後ろ抜きでバーン、バランスがガーンってでかい、何か写真がさ、なんかすごいイメージ写真、そうね、うん、ちょっと投与してもらうよ、はい、せっかくだからタイムラインに、じゃあその準備をしますので、準備に時間をいただきましょうか、曲がるうさぎさんの曲がるうさぎさんが作ってくれた投票フォームに、その誰かそれをペタって、全部のジャケットデータ、曲がるうさぎさんのところに全部のジャケットデータを、できる、後ろ側のレイヤーにこれ全部やってない、そうすると、なんかちゃんと主役があって、番号と画像を結びつけてください、番号だけなのでって、全部揃ってるやつってどこあります、そのジャケットデータ、いや、ないです、あ、全部ないの、拾ってこない、そう、拾って、そう、今、さっきのアンダーバー JK で、でそれでまとめてくれた人がのページだったんですけど、でもね、拾いきれてないみたい、全部取れてなかったんで、写真はね、写真今作ってくれたやつがこうすごい単純なやつですけど、こうなってるから今ここに 1,2,3 とか札をつけてくれる、あ、どれが何番っていうことですよね、そうです、うん、そうしよっか、番号触れと、うん、でこれに貼れってことか、でもこっちのほら、なんだっけ、あれは何番する、あ、じゃあ、あれを、あれは見せてる何番っていうの、よし、じゃあ行こう、なんか張り紙、今、今張り紙って言った瞬間に、張り紙、張り紙、張り紙、
張り紙。こういうことですよね。張り紙。付箋、付箋。これはじゃあ抜きます？このまあ、ダメ抜いちゃいましょうか。黒酢。あ、そうですね。それはもう、ね、ごめんなさい。それは絞りましょうよ。はい、絞りましょう。これもちょっと残念。はい、残念でしたと。これは残してあげようなんかね。あれがね。手作り感満載のシールでいい、はい、あ、これ、あ、それでもいいか、こっちもありますね、あ、そっちの方がいいですか、はい、じゃあ、ですね、ポストイットで貼るまだ投票しないでください、皆さん、はい、あ、やばい眠くなってきた、やばい、よし、ちょっと、みんな、え、歌うんだ、よし、貼り紙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 、ハモってくださいよ貼り紙、貼り紙、はい、採得した張り紙、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 張り紙。さあ、キーボード。あれ、俺かみ。張り紙。あ、キーボードこれすぐ出るんですけど、まあちょっとちょっと見れない。まあまあまあ。張り紙、張り紙、張り紙。先行く。これもうね。先行か。先か先か、はい、あ、10個でしょ、すいません、あのそれで11、12、13が中なので、これプリンターないんだよな、あ、そうか、ここに並んでないのが、そう、これが11番なんです、あああ あ, あ大丈夫、プリンターがないんですか、ただ一時的じゃないですかそれ。一番大事。あのあれですよ、ね。あのこの今の名前テクスチャーみたいな。これ二つですね。これとこの番、この人とこの人とこの人があって三つ候補なんですよ。うん、ではあれ、これもないか、これもないか。あ、これもない、これもない。あれ、これはあるか。これはあ、それもない。あります。ある。じゃあこれと、うん、これと、うん、これですか、これもですね、そうですね、ちょっともうちょっと、うん、逆にこれクローズないバージョンとして、うん、だからこれをこれが触ると割れてる、ああ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 あこれと、あそこにもう一枚あるよ、iPad。これと、iPad4 枚。iPad4 枚。iPad4 枚。4枚ある。すいませんね。贅沢。で、何番？いや、もうこれでいいよ。11。アップし、11。で、これが12。細かい。え、すごい、なんか地道に。うん。これね、あの、あと13重視。13重視。それで、カメラさん。協力してもらっていいですか、これをですね一発で上が13、14全部番号振ってあるんで、これだけこれ暗いか、暗いかね、数字読めない、11番読めない、13、ふーって書いてる、13、13、14、13、はい、大丈夫、触れたか、あ、すごい、あらららら、子供のいたずらなんだね、確かにちょっと触ってさ、はい、くずれちゃう、はい、みたいな、こばしたみたいな、さあ、すごい、こんな、それでは投票、そうだ、誰が作ったのこの一枚、いや、投票開始します、これ作った、はい、でっかいの出す、でっかいのみんな1枚ずつ出せばいいんですよ、そうじゃない、じゃないと、こっちから取らないと。っていうかここどかないとだ。はい。ですよね。よし、カメラの側に向けろ。あ、そうだよね。このなんかこう。カメラ向いてないよね。こうですって。です。はい。やっぱりこれ拡大表示したらいいよな、13、14。この方が親切だ。誰か見えるぐらいな感じですか。1枚ずつ出しましょう、これ。ごめんなさい、4枚 iPad 使って、わかりやすいよね、どうしますか、じゃあそのアクセスをって、それどこだったら出るの、はいはい、これが11番、早い、これが11番、これが11番、どこに
誰かすみません、はい、ピスカのサイトつぶやいてください。ツイートの方すみません、さっきのピスカの URL つぶやいてください。もう一回お願いします。ピスカです。さっきのピスカのやつもう一回つぶやいてください。ああ、ピスカ。共有サイト。あら、出たら出せばいいんだよ。はい、出ました。これはでも、なんだろう、こっちは投票する方だ。これあんまり拡大、それどっちですか。絵の入ってるサイト URL は何だろう。あとツイッターの方じゃなくてピスカの方の URL をください。これどこですか。もう一人あった。もう一人、もう一人ね。 iPad あるよ。教えてください。ピンク色ね。さっきこの横っちょにあったこの赤いやつ、これこの人、あれこれを出してほしい。これかこれが、これ12、13です。ああ、なるほど。じゃあこれにしようか。このドットコム以降を読んだりとか、でも非常に面倒くさかったらですね、あれ13、14っていっぱいありすぎるんですけど、あともうちょっと。これです。この人、遅れちゃうのか。あ、モルグラのやつ。あ、モルグラやつだった。もう一回あった。あれなんか変な、渡辺は遅くね。 あともう一個はこれ、全然なんか、これ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 と、もう一個はツルツル滑っちゃうんですよ。あ、そうなん。これが13。お父さんだと確かにアナログな、めちゃくちゃ遅いかも。これダウンロードしてね、投票クーリーオイリーそういう滑りですか。あれさっきのこれどこ行っちゃった俺。どこ行っちゃったのこれ。結局審査そうなりましたね。そうですね。寝なくてもいいかな。今回は。はい。取り組んだところです。そうですね。あるんじゃないかな。どっかに18枚あるのがあるって言って。1160。あと最後このこれと、あ、すいません、ありがとうございます。それで終わりだ。あれ？これ。うん。なんかだ。あ。電車のでなんかじあこれも出てないです、ね。これそれがこっちで出そうかとしてる。あ。いやここで出そうとしてたのあれですよね。みんなが今アクセスしてるのもしかして。あ、わけわかんない。全然出てこないですよ。まずこいつ事務所にかけてる方には、ここには音楽業界の人もみんなかけてるんですか。あの、自分のフィールドがすごく狭い。はい、あと1個出れば、これが出れば終わりと思うんだけど、出ないよ。出ればちょっとこれ、はい、出ます。でそれでこの、このこれとこれこのやつです。iPad ってスリープ。これだ。する。しない設定にするにはどうしたらいいかが分かった。私は分かった。設定のところであれなんだっけ。ああ、もう出ちゃったこれ。あれでかすぎたから。これだね。はい、これで終わり。これを変えて。これを変えて12番。で記者は。あ、記者を出さない。あ、記者取っとくか。記者ねこれ見ないんだよ。そう。だけど番号が違う。11番くん、はい、はい、じゃあ5枚ずつにし、あ、でも取っちゃった。あ、やべえ、もう、よし、来ちゃう、ドキドキする。7、5、6、7、8、9、10、11、12、これだけ13、14を入れ替えちゃう。
13じゃない、こっちは13じゃない。あれこれ何が何がせっこれ、これ誰、その黄色、これがこれに、これそしたらこれで終わり。これシャメかなんか撮ってブログとかにダッと上げられると一番。あ、画像データあるんで、であるんですよね。全部揃ってないんですよ。画面がちっちゃすぎてきついですねやっぱ。でもちっちゃい画面で見れる。番号が見えない。言いますか。15番。あ、そうしよう。あ、そっちの方がいい、うん、ありがとうございます。ちょっとボケますけど、うん、もう雰囲気で決めよう。なんか三上さん、それタイムラインで行ったんですか、うん、はい、始まります。15、解像度がいまいちです。タイムライン、はい、タイムライン、はい、はい、はい、それでは BGM 入れますかね。ハモリですか。すごい。じゃあもう、それじゃあポールを返しましょう、はい、ポールを、ポール用のポール、ポール、もういいの、そこで。ホールの時間が来たと、ホール、ホール、ホールの時間が来たぞ。ご紹介の順番でだ。光ってるって言われちゃっても怖えよって、すごくない？お経みたい。お経みたいね。くだらねえ、すいません。すいません。怒らないでよ。ここまで来てくだらないって言われちゃった。辛いですね。そうですよね、ここまで来て。今度落差がいいんじゃないですか。なんかこれって何、僕らね、ディスられたっていうの、これ。違う、なんていうの、まあね、怒られちゃったってこと。怒られちゃったんですか、今。中西稔だ。せめてピカソと同じ。ごめん、でも時間がなくて。投票されてる。ポールのあれも出さない。ポールのやつは、はい、何でしたっけ。これピカソか。ピカソがそっちか。じゃあ。ポールはどっちだ。選んでないんだよ。選んで選んで。ツイットポール .com。 あれ I831 なの、あれ1831、あれ1多分 I だと思うんですけど、これが1だからね。もう一回ポールのページを書いてください。誰がそっちで行きましょう。はい、はい、これ I8、 それ結果はどこで見る。あ、投票ここか。投票ここで、ここで、うん、じゃあボートしてください。飛行機のやつ、これ結果どうやって見るの。そう結果の見方してください。誰も見えない。よっしゃ、投票できた。そうだよね、うん、投票すると結果が出るのかな。リフレッシュ、リフレッシュやってみていいですか。割れてますね。あ、見えてるんだ、やっぱり割れてますね。投票しました。あ、できてるんですね。11番です。まだ見てる。あ、結果出てるの。あ、すげえ。あ、うわ、うわ、うわ。でも結構割れてるね。割れてる。知ってます。うん。
画像がどっち全部ツイッタピックに上がってるそういうわけですか。そんな風に見えるんだって。ツイッタピックだけではない。一人一票なの。一人一票なの。でも基本ぐらいまあ入れてるでしょ、ね、1500人も見てるわけですから、そのぐらい入れてると思います、うん、9番が、ああやっぱりあれだ、9番、9番、13番、あー9番、あなんか予想通り、うん、13番、あ9番、13番、はい、9番入りました、9番、あ、これ何番、あ、それ、うん、それでいきます、10番がトップ、10番、9、13、あ、9、13、なんか9番がトップ、9番、これ数が見えないんですかね、ここに出てます、あ、そこ、これ一人一票にしてくださいね、これ。あ、本当に一人一票しか入らないんじゃない。10番が31。え？なんともう売ってちゃうの？うん、まあでもみんなの両親に信じよう。一人一票、一人一票。皆さんの両親に。でも18番とかに投票してほしいからね。9、10、13あたりですね。9、10、13にしてもらうんでしょ。9、10、13、うん、あでもそんな10が落ちてきたもんね。10落ちてきた、10落ちてきた、13、9と13、うん、やっぱり、うん、あ、ごめんね、大体そうなんだ、9と10、13、ま、時点で7と10、うん、時点の7と、あー、なんかわかる気がする、9、13、7、10っていう感じですかね、うん、その4つに絞られる、うん、わかりやすさ、綺麗さと、わ、うん、かる気がするかな。黄色のは数字見にくい、ごめんね、これ13番だ、これ13、うん、それが13です。4つで決戦ポールします。決戦ポール、決戦ポール、決戦ポールしちゃう、決戦ポールしちゃう。6番から1票引いてくださいって7番の、あ、間違えちゃったんだ、ええ、ね、決戦ポールいきますか。まあ、選んで、あとは、まあ、うん、逆にそこで当事者の方に合わせから選んで、うん、うん、TD に行かないと。いや、もうやってますから、向こうで準備、準備でしょ。3も人気ある、3は、あ、なるほどね。よし、上位4つでサイドポールしましょう。何秒前にしましょうか、投票終了、カウントダウン、カウントダウン、投票終了、カウントダウン、はい、10、おう、もういきなりですか、あと、あと100個ぐらい行きましょうか、100からの100？ めっちゃあるんだ。100だと思っちゃう、30ぐらいでもカウントダウン、カウントダウン、カウントダウン、お待たせしましょう、じゃあ、はい、あとじゃあ3分ぐらいにしましょうか、3分、何分ぐらい、どうですか、100戦モード、リフレッシュしましょう、3分、あと3分、あと3分、あと3分で、ちょうどあの17時ですから、あと3分で、じゃあ17時までで、17時で終了させていただきます。17時をもちまして、この投票を終了します。93に連れられてすごい、またこんなこと、じゃあこれダダンダダンダンダダンダダンダン、カウントダウンじゃないですけど、カウントアップ、カウントアップ、カウントアップ、ダダンダダンダンダダンダダンダンダ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 ダン、あ、これやばいや、でも著作権やばい、あらら、劇場に行ってほしいですね、向井さんに、聞きますか、でもやっぱ著作、パケテクポカテトティコプキトタティコパカティク、あ、俺ピアノがあったのよ、どこ行っちゃった、ちゃん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 、よし、もうまもなく終了ですよ、あと5時で、5時で終了ですよ、でこれと5時が全く連動してないんですけど、すいませんこれ何のために動いてるんです、なんとなく焦る感じよね、ちょっと焦り感を増していくっていう、ですね、これで私のこの電波時計によりますと、はい、あと、あとこれ5時までこれ2分、2分切ってますね、はい、やっぱいい線、2分、うん、じゃあそのストップウォッチで3分ぐらいですね、3分にするのがいい、そうですね、このストップウォッチで3分になったら終わります、ザッツ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 ザッ
90。でもあれみたいになりたくないね、あの東北新幹線になったやつの。ああ。はやぶさになったでしょ。あれ7位だよ。7位が1位になったの。だからそう。だから人気投票したのに1位が選ばれなくて7位になったの。はい、どういう意味ですかそれ。ちょっとわかりません。じゃあしなきゃいいのに、ね。で僕すぐ電話しましたよ JR 東日本。マジで。それおかしいだろう。これは僕本当に大きな声で言うけど。はい。本当に電話した JR 東日本に。でその時と僕の会話を制限するとね、はい、今なら間に合うって言ったんですよ。皆さんがどう思ってるか僕は代表して伝えますから、はい、今ならもうね、はい、あのもう待ってあのヒーローになれるから、はい、ここで勇気を持ってね、はやぶさを撤回してくださいって JR 電話したんですけどね、はい、全くダメでしたね。20分ぐらい俺は珍しい、あそこまで熱く俺電話で語ったこと最近。すぐ1位は何だったの？1位はですね、あのもちろん初狩りなんですよ。元、2位がなんと初音だったんだよ。初音ミクに色が似てるって言って、3が白鶴だったかな。でそこからずーっとそこにハヤブサがあったんだけどね、なんか僕速さとなんかこうハヤブサしました。だったら投票しなきゃいいってさ、ラスト10ですか、はい、9 8 7 6 5 4 3 2 1終了よ。カン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 、はい、じゃあ1位は初狩り、あ違う、はい、違いますか、発表します、はい、であの1位、はい、9番、でも割れてるんですけどね、はい、78ボート、はい、全体のボートの中の 16% でしょ、それでも、はい、479ボート、おーすごい、はい、2位、2位はですね、はい、13番、はい、これが72ボートで非常に近い、これ 15%、はい、うん、あとはどうしますか。で3位4位いきます、はい、4位までいきましょうか。じゃあ3位は、これでいくと間違えると俺壊しちゃうかな、はい、3位は味噌汁。いや10番、はい、中里、はい、これがですね、50ボートで 10% で、さ4番目がこれ僅差なんですけど、サイトによって違う、3番、はい、おお、はい、なるほど、はい、毎月変わる。さあこれで番号変えずにいきますか。はい、いきましょう。これでポール、これでもう一回ポールですか、はいはい、じゃあこれ一回リフレッシュじゃなくてもう一回やり直すとき、はい、これどうやったらいい、もう一回そのページを作って、あ、こっちにね、作った人が、これを全部書かしてね、すいません、ま、曲がるうさぎさん1から4で作ればいい、もう一回あの新しいあのツイートポールシステムを作ってもらえませんか。で選択はですね9、10、9、10、10、あれ9、3、9、10、13、3、9、10、13、3、9、10、13、すげえな、もう後ろにスタッフがこんなにいっぱいいるってことですね、はい、ここでそうです、あのって言うと、もうこういうジャケットすら上がってきちゃうんですよ、すごいですよね、返事来ないの NHK ぐらいですね、本当ですね、ですね、NHK、ごめん、7も4位だ、7と3が同じなんだよ、同率、7ってどう、どれ、やばい、7はね CD ケースの方、はいはいはい、7、でももう一つあるの、これはで、うん、はい、7、そうだ、じゃあ3、7、9、10、13、ツイッター見てるとなんか違ってたら誰かが言うんじゃない、教えてくれる、うん、はいはい、ごめんすいません、曲がるうさぎさん、3、7、9、10、13で決選投票、はい、3、7、9、10、13、3、7、9、10、13、新しくこのページを作って、今日ですねポールシステムがちょっとあの配信の都合上使えないんですよ、それと今5選択なので、うん、3、7、9、10、13で作っていただけますでしょうか。普通のポールは今日できないんです、はい、できない、うん、3、7、9、10、13 でこれってはやぶさの例を言うと、ありがとうございました、では、15番を選ばせていただきます。
簡単に言うと。そういうことですよね。簡単に言うと。結構こうやって選んで、はい、それじゃあ、人気投票では何番が1番でした。それじゃあ私たちは、その中から、関係ない15番。やっぱそれ今なら間に合うって言っちゃいますよね。それで俺電話しちゃいます。それはまずいな。うん、3、7、9、10、13。曲がるウサギさん。ささぎさん、新しいシステム作ってちょーん、うん、マガルウサキさん、マガルウサキさん、マガルウサキさん、もういいやつっていなくなってたんで俺だ。もうできてる、もうできてるって、これこれこれサイトできてる。あ、どうぞ。あ、来た、マガルウサキさん来ました。この新しいサイトです。 OX、 ちょっと書いてね、ツイットポール .com。 また違うサイトで。はい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 。なんか立ち上がんない、リロード。それなんて書いてある ROX、 ROXS1R。R0 だな。 0XS1R です。つながりません。 R0 ダメだね。あ、来た、真ん中まで来てピタッと止まった。Wi-Fi 繋いだせるの設定が無理で。投票できた人はできたって言ってる。できた人はできたって言ってる。繋がらない。誰かもう一回投票ページを作る。だいぶ重いようです。全然つながりません。激重なのですが、接続エラー。投票はこちら。本当あれだな、戦った。それじゃ場所です。一緒ですよ。 R0
ダメですね。曲がるうさぎさんいけないんです。助けてください。行きました。ダメです。結構影響出ちゃうんだね。この勢いは紅白へ。ダメですかそれ。サイバー状態。はがきですか。はがきと両方ですね。往復はがきで。返事状態。つながらない。何のための。全員で。往復はがき。サーバーダウンしちゃうよね NHK。全員。まあ今回のじゃあレコーディングで一つこう。言えることとしては我々はもうちょっと歴史を作りましたと。スイートポールを落としました。あ、一つ歴史実践。スイートポールを落としました。私たちの影響でスイートポールが落ちたみたいです。申し訳ないです。増強してください。エストラさん作ってくれませんかね。エストラさん、じゃあみんな頼んで。誰か落ちてないところでなんかシステムを作ってください。すごい。ちょっとユーストリームで。もう向井さん宛にみんなメール投票。ここにダーってやつはみんな読み上げるから早く早く。よしそうしよう。でもすあれ。向井さん目大丈夫ですか。目大丈夫です。じゃあですね。じゃあ僕のね究極のねアナログテクノロジーで小の字書けます。うわーすごい。小の字シリーズ、大きな紙くれ。それこれでいいじゃないですか。これで。どの時点からでしょうか。どの時点から。これでもそう。待ってくださいよ。ちょっと待って。スタッフの方がこれはつぶやいて。ね、やっぱりはい、そんな。じゃあ待って待って。そのタイムラインより先がスタート。3、7、9、10、13。3の係とか9の係とかいて、9言いました。13。9です9です。これさ、もう入ってる入ってる、やばい。まだよ。まだだよ。もっと縦長のないです。じゃあ9とかで。じゃあ9。そのぐらい入足になると思うんですよ、ね、日本ちょっとみんな面白い、ね、ちょっと待ってください。じゃあっていうのがどういう、それでも最後の最後で最もやってはいけないテクノロジーサインペンと小文字。面白すぎる。さんがそっち。俺が行くよ。じゃあまだ、いきますよ。じゃあただいまよりスタートいたします。せーの、スタート。ピー、はい、言ってください。13、はい、9。誰か一人じゃないと分かんなくて、やばいやばい、誰か一人じゃないと分かんないですよ。スタッフさん頑張ってください。じゃあ、はい、3。どれが何番か9、7、向かいやデータバンク。一人一票ですからね。7、はい、まだ、はい、はい、9。カルタ、いっぱい来た。7。すっげえな、なんか緊迫感あるな。もう滞っちゃったね、こっちはね。10、13、19、13 7、13、9、9。ちょっと待って。はい、いいよ、いいよ。10、9、7、9、10、13、9、13。9、13。7、9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 
キーボーディスト。意外と大変だよこれ。一応これがここまで頑張ったんですけどね。すごい。でもばらけちゃってますね、見事に。やっぱ9担当、何番担当って分かるんですよね。でももうどれか動きそうなシステムを1個に絞った方がいくつかあったじゃん。汗かいた俺も。すごい目が覚めたでしょ。目が覚めました。目が覚めましたけど。何秒もつかんかここにできたそうです。はい、ここにできた、はい、ここにできたというやつにします。ここになるか分かんないですけど面白いとか何かしてない。もうキーボーディストを他の子でさせる。スノッターのやつですね。スノッター .com/ANS アンサーですね。 ans/1/784 スノッちゃんだ。スノッターのやつですね。でもそこも落としたら知らないよ。落ちた。あ、いけてる。今いけてる。スクロールしないんですよね。戻らないですね。で、番号を選びましょうというやつですね。どうだ。違うか。私も出てきましたけど、出てきますか他の方。全然リンクできない。そう。来た。次にリンク。スナット来た。皆さん。で、募った向井さんが書き取りやすいように、ちょっとずつ5秒ずつディレイします。結局書き取るんですか。いや書き取る。いや無理というか分かりました。あれ出てこない。時間かかります。面白かったですよね。やっぱりまたこっちゃう。もう一回やってもらいたいな。だって無償なんじゃなくて向井谷実対タイムラインあ、これも回答できないや。ダメか。やっぱりしんどいんじゃないかな。また重い。またやりますか。これだからさ、5人準備して3の人7の人とやるべき。そうそうそう、ね、あ、じゃあさ、こうしようよ。速記係とさ、手を挙げる人と控える人がこう5人ずつ並べばいいんだよ。何、手を挙げる人。だから手見つけたらピッて手を挙げるわけで、こっちだと挙げた手を返してこうやって。いや、その中から3を見つけてじゃあ3ピクって手を挙げるわけで、相手に迎えにいる人が3っていうのよ。ああ、なるほど。こうやるのなんかフィーリングカップル5対5みたいなやつでもかなりきつかったですよ、さっきの文字の流れ方が、ね、どうですか。やっぱり向かい 3を見つける人は3しかずっと探してないと、ね、そうそう。だからその人で3の相手の人は3の人、はい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 、3が手が空いてたら、じゃあ3の人とか言って3と3の人だけザーって流してもらって、最初30秒3の人だけつぶやいてもらって、3の人だけこう手を挙げて、イエスっていうふうにすると、次7の人ってやって、で7の人で3がザーって流れちゃう。でもそれ数えるの大変だね。ものすごく早い、誰かに数えてもらう。やっぱり日本野鳥の会社石田さん、そう思います。こういう時にはね、ってくれました。あ、その方やごめん石田さん、1,2,3,4,5してほしいんですけど。5、5、あ、5、もう紅白じゃないですか。石田さん、5までだ。角田が一応動いた、重いけど出てますね。出てはいるんだけど、一回 OK しないと向こうちゃんと仕事してますよね。ちょっと見てこれ。これ笑った、これこれこれ笑った、これ。
さっきまでスタジオの中で、ピッチがとか言ったら、こうやって、おー、イエーとか言ったのが、これが、すごいな、ジャケット決めるのにこんなに時間かかるとはね。一応募ったで、今、途中経過出てます。あー、出てんだ。この三択でいいですか。あ、いいですよ。あ、これ、ユストラさん、ユストラさん、ユストラさん、五択で。ユストラさん、できた。ユストラさん、早い。これだといいかな。ユストラさん、つながります。ユストラさんでいきましょう。あ、その間、ちょっと俺も中見ていきます。すいません。はい。すごいね、うん、で、なんかできるシステムができちゃったんだ、うん、なんか真面目なインタビューしてる。俺も会ってた。このばっか欲しいのを見てね、バカ上でしょ。はい、ぼちぼちやりましょう。今度できた、映してもらう。はい、ゴールダディすごい、はい、これなんだ、面白いね。来てる来てる。あ、ユスラさんの結構皆さんこれ俺できてるみたいです。これ俺だっけ、今来てます。ユスラさんので投票してください。9番、13番が伸びてこれ俺のが名前した。13番じゃないですか。13番です。13番です。13番がそうだそうです。自分じゃあ BGM で。あ今度はなんか皆さん投票できてますね。あ、結構サクサク動いてますね。このジャケットがいい。私も一票入れさせてね。13の決戦になっちゃう。ポチポチと押してね。ポールのボタンを。ポチポチと押してね。ポールのボタン。出てつってつって。これ今。さあどれだけゲットがいいんだろうか。9と13が競ってます。さあどれがいいと思うんだろうか。あとどのぐらいにしますか。はい、はい、それではまもなく終了で、まもなく終了の時間となりますよ。あと何分。ポール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 交換じゃないね。ポールポールポール投票、はい、だポールと投票同じことだよね。それ平均アベレージみたいなもんだよ。そうですね。ね、昔ボーリングで言ってなかった、俺の平均アベレージは。あったよね、あれ。あれ日本中のあのテレビでもやってたよ。長山律子さんの平均アベレージがあって、俺あれ大きくなって気がついて、あれ間違いだってことだよ、ね、平均平均ってことだよね。平均長山律子選手の平均アベレージはみんな言ってる。頭痛が痛いです、ね、そう頭痛が痛いって。平均アベレージ、平均アベレージ知ってる人少ないだろうな、まだ。はい、はい、それでは、そろそろポール投票して、ポール投票の今474票です。470ポール投票していただきます。ちなみにですね、今ちらっと見てきたんですけど、現在もすでに全くあの視聴者の数が変わってないです。1500何十名の方がですね、このおい、こいつらバカじゃないのって言われてるどうせ俺らバカなやつ。ポッキーパーリ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 。落ち着いてきましたね。パッ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 パーラッパ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 ッ
め切りましょうか。終わりです。平均アベレージ。はい、じゃあ集計。集計。お、リロードで。どうですか、最終リロード。もう一回やってみますか。はい、最終リロード。リロード、リロード。はい、結果発表。はい、さあ、近くの話です。じゃあ発表いたします。第1位は20、え、これ、あ、割れましたね。割れました。9。はい、すいません、じゃあもうこれはあの、申し訳ないんですけど、小選挙区制ということで、はい、あの支持票も出てしまいましたが、はい、一番票を取った方が当選ということで、はい、皆さんよろしいでしょうか。いいです、はいはい、では結果発表いたします。やっぱり最初先行逃げ切りでしたね、はい、9番。9番時点は13番です、9番の方が、はい、ま、あの、あの万が一、はい、いやこれは冗談なんだよやめてくれとかここに来てこれはダメなんだよ、これは俺出しただけなんで、俺はジャケットとしてどうしても使ってもらいたくないっていうことはないと思うんですがまあなんかこう事態とかあった場合は、はい、時点が13番、はい、ということで、すいません、皆さんありがとうございました。たくさんのご応募ですね、はい、それでは業務連絡です。9番の方、大至急 1200×1200 ドットでデータをどこに送れば、ですね、どこに送ったらいいんだろう。9番と13番の人がここにいるかどうかですよね。いますかって聞いて、はい、9番の人ツイートしてください。9番と13番の人いますか。なりすましはなしですよ皆さん、うん、9番の方ちょっと待ってください今、じゃあ、 あの、9番の方の、うん、をここに送ってくれっていうアドレスをちょっと今会社に聞いてきます。会社に聞くためには、会社に行くための、どうしたらいいかな。タタ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 。9番、9番になりましたね。なりましたね。9番なかなか、でもあの最初からみんないいって言ってましたからね、うん、いや、なんか慣れしてなったかなって感じしますよね。まあまあ、なるべくしてなりました、まあまあ、この2つね、はい、他の方々のもね、ちょっと残念でしたけど、力作いっぱいでしたよね。ダダ漏れで作ってくれた方もいらっしゃるんですが。ですよね、この、うん、この方もこの辺りそうですよ。ダダ漏れでね、ダダ漏れで作っていただきました。番組ね、作ってまでやっていただきましたけども、またやってください、懲りずに。すいません、9番になっちゃったんです。なっちゃったなっちゃったんですってのはちょっと語弊がありますけどもね、うん、9番に決まりました。9番の方、昨日の、あ、今朝の1時の後ツイートしてません。いや、だいぶ、だいぶ、そんなことまでわかるんですか。いや、わかる、あの、名前がわかってるから。いや、だから名前がそうなっちゃったんで。何さんですか。9番、9番の方、PNS769 PSN769 PNPNS769 PNS769 さん、至急お電話ください。どちらへ。アップしてるのあんまり大きくないだろうな、これサイズ。9番さん、9番ミュージックで。あ、そう、うん、なんかなんかこの、そちらから接触してほしいんですよ、その会社の方からして、ね、うん、あ、13番の人はいます。13番の人は今ました。ちょっとわかりました、はいはい、ちょっとこれまた公開になりますんで、はい、どうもすいません、はいはいはい、はい、どうもすいません、はい、弊社ジャケット制作事業部の方から、はい、ちょっと注文がつきまして、はあ、まあ、ちょっとこの解像度と、はあ、あのいただいたデータを見た時に、はい、9番さんのものがですね、比較的低解像で来てて、はあ、ちょっとジャケットのその印刷物に耐えられるような、はあ、あの仕上がりになってるかどうかと。そして弊社ジャケット事業部の方はですね、13番の現在のデータのその、あの状況がですね、はい、まあ、非常にある程度のものになってるんじゃないかということで、ちょっとこの両方ですね、はい、の方に接触をさせていただけないか。なるほど、で、あの今さっきも見たように9番13番は非常に近接、あの
してますので、13番の方、これが13番の人でリアルタイムってタイムラインです。あ、今いらっしゃいます。じゃあこれですね、音楽館、音楽館すごいですね、音楽館、ジャケット担当者、はい、テレビ電話ですね、テレビ電話さんとそのサイズだから教えてあげた方がいいですか、ですね、音楽館フォローして D すればいいね、そう、ハッピー、ハッピーアンダーバーマグさん、誰かこっちカメラ映してくださいけない、はい、あ、映していいのかな、これ見しちゃって、これの公に、これが公開されてる、大丈夫ですか、音楽館、音楽館この企画面白い、いろんなこと決めたくなっちゃって音楽館、音楽館、これちょっとアップしてください、音楽館の、ジャケット担当者ですね、この、あのアドレス、相手にですね、今すぐこうご連絡を取っていただいて、再度ちょっとあの、ちょっとごめんなさい、今時点なんですけど、状況としては非常に微妙な今状況なので、あのご連絡いただけないと、かないかないか、音楽館よろしかったら、よろしかったら、うんと言ってたって分かんないね了解と、了解と、はい、で、もう一方、9番の方は誰ですか、BNS769 番の巨大画像、公開道路って言ってるんだけど、音楽家さんの方でちょっとチェックしてもらって、お先に失礼します、16時間前に寝ちゃってたし、ね、その後ツイートがない、まだ寝てる可能性がありますね、裏じゃないのそんなこと手が強い、究極の武器として携帯電話だからね、やっぱり音楽館、音楽館このストーリー DM 送ってあ、ハッピーマグさんはうちランドマークに近いんでデータを今から持ってきますと、もしもし、すごい、9番解像度どうですか、9番の高解像度版もあるよ、あるあるのはある、これでどうなんだろう、見てくる、13番さんはですね、お近くなんて持ってきてくれるって言うんですけど非常に状況がまずいですね、その時そうですか、じゃあそれはそっち、うん、13番さんを我々のロゴマークにしたらどうでしょうかっていう案が出てると、おーは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 ー、じゃあ、すいません、作業に戻らなきゃいけないんですけど、そちらの方で9番、うん、公開、あ、9番さんそれでいけちゃう、いける、あ、よかった、あ、そう、高解像度なんだ、ね、これやっぱでも勝手にまたジャケットにすると問題なんで、一応 DM ってあのうちのジャケット事業部の方からそんな事業部今作ったんだけどあのジャケット事業部の方からちょっと、連絡して、でじゃあ9番さんで決定 で13番さんにはそのまたそれも連絡でロゴデザインとかで使わせていただけませんでしょうかという形で、あのちょっと接触していただけませんか、はい、よろしいですか、じゃあ分かったらまた連絡してください、はい、はいはい、じゃあ9番さん高解像度発見ということで、それそっちの社内的に事業部的に大丈夫ですね、それだったら今それそっちから今連絡来たからこう動いてるんだけど、はい、じゃあ原則9番さん決定で13番さんすみません接触取っておいてください、はい、ありがとうございました、じゃあ、9番さんにも接触取ってください、決定です、おめでとうございます、9番さん、ありがとうございました、ありがとうございました、と
た私の声は何だったんですかね。でも、でもやっぱり9番一番分かった。でも9番やっぱりずっと一貫してない。やっぱりだからただ絶対的な強さではなかったんですか。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあ仕事に戻ります。仕事してんだよ。このパッドは誰のでしょうみたいな。断定的にそのマスタリングとかしちゃってみたいな。あー、トータルコンポかけてみたいな。あー、どこどこ。あ、あ、そういう意味で。全然いいよ。
だってユーストリーマーさ、別にそれで録音して聞こうなんていうコンサートしたらいないから、うん、それは俺は両親にかける。それでまださらに欲しいと思ったら増える声に携帯に。ああそういうことね。千何百人かそういうことは考えない。まあね、信じてますよ。だから一番今日のやり方はエンディングテーマ。エイミナル。やっちゃえばさ、つまっちゃう。やっぱこの仕事が今晩解決したところはみんなと一緒に祝いたいから、それはそうしたい、そういうことだと思います。じゃあ説明しましょう。あれね、ちゃんとやるからって。でもかえってそれが君にアプローチするかもしれないけど、これから完成しますと。皆さんだって付き合ってくれた人がこんなにいるわけだから、それは数字でしょ。でからそういう一言は言います。じゃあそれで連絡しておいて。そうだけど もともとさ、このこういう問題の面でってこのお互いのこの変なせめぎ合いみたいなさ、じゃあお前らもちゃんと音楽作れよみたいなっていう話になりかねないでしょ。だからそのそういうなんていうの、そこ性善説というか、まあ、これは普通の関係なんじゃないかとか、フォローとフォロワーの関係ってだと思うんだよ。
ょっと佐藤さん、せっかくだから佐藤さん真面目に。